青森県で明治時代に発見された遮光器土偶。これは知ってます。教科書にも載っていて、土偶といえばまずこの姿を思い浮かべる人って多いんじゃないですか。大昔に地球に来た宇宙人の姿だなんて話もありますよね。確かに非常に特徴的な姿です。細部をよく見ていけば女性の姿を表した土偶であると明らかです。手足は極端にデフォルメされて、付け根が太く先が細く小さくなっています。頭には冠のような飾りを乗せており、顔は鼻や口、耳は小さく、反対に目は極端に大きく表されています。十字架みたいな形をしていますが、これも土偶なんですね。これは盤状土偶と呼ばれるものです。口を大きく開けて叫んでいるようにも見えます。この土偶は首の部分で2つに割れて90メートルも離れた場所で見つかったんです。ということは土偶をわざと壊したということ？なぜそんなことをしたんでしょう？これは一目で女性とわかるふっくらした土偶ですね。頭のてっぺんが平らで面白い形をしています。上半身は薄く作られているのに対して、下半身は太くどっしりとしたスタイルです。お尻や太ももが強調されていますね。お腹が大きくて妊婦さんみたいに見えます。妊娠した女性をモチーフとした土偶は数多く作られています。滑らかに磨かれ、柔らかな曲線で形作られたこの土偶はふくよかな女性の体を見事に表現しており、縄文のヴィーナスとも呼ばれています。長野県茅野市の七畑遺跡で見つかったもので、平成7年、土偶としては初めて国宝に指定されました。この土偶は手も足もない筒のような形をしていますね。関東地方の縄文時代後期に見られる筒型土偶と呼ばれるタイプです。この土偶は横浜市の原出口遺跡で焼けた縦穴住居から見つかりました。ポカンと口を開けて哀愁が漂う表情ですね。火事で家が焼けてしまったからでしょうか。これは土偶型容器と呼ばれる、神奈川県の中屋敷遺跡から見つかったもので、関東地方の弥生時代の一番古い頃のものです。今まで紹介してきた土偶とは違うんですか？頭の部分に穴が開けられており、中は空洞で物が入れられるようになっています。一体何に使われていたんでしょう？この容器は見つかった時、幼児の骨が中に収められています。亡くなった子供の骨を女性の姿を表したこの容器、つまり母の体内に戻すことで再生を祈る気持ちがあったのかもしれません。